シューレ島はサウスサンドウィッチ諸島の島でイギリス領サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島に属している南極地域を除くと世界で最も南に位置する島であるまた主権国家の領有する領土のうち世界で最も南に位置する別名のモレル島はベンジャミンモレルに由来する三角形のような形状で幅 3km 面積は14平方キロメートル。南東にはフライパンの柄のような形状の半島を有する。直径1.2キロメートルほどの河口カルデラを持つ標高710メートルのラーセン山の西側は海岸まで落ちる円弧状の急斜面になっている。ラーセン山は南極体験家のカール・アントン・ラーセンにちなんで命名された。最南東端は遠い茶岩。 近傍のクック島とベディングスハウゼン島とともに南トゥーレを形成している。クック島との間には海底火山の河口があり、トゥーレ島とクック島はかつて単一の島であったかもしれないと考えられている。クック島は標高960メートルのホールドゲート山が1956年に噴火しており、ラーセン山も1962年に 河口からの水蒸気と後輩が観測され、標高は1074メートルまで達している。アルゼンチンはティエラデルフエゴ州の一部として領有権を主張している。1955年、領有権主張の一環として、アルゼンチンが基地を建設したが、翌年には火山活動のため放棄された。基地はその後も残り、1982年にイギリスにより破棄された。 ありがとうございます。